生理のリセットが来て1週間程度生理が来ています。こんなにも生理が伸びたのは初めてで少し不安になっています。何か病気にかかってしまったのではないかと思っています。生理が何週間ぐらい続くようなら病院への受診をした方がよろしいでしょうか。何らかの病気なら早く治して妊活に取り組みたいのですが、不妊になってしまうのではと不安になっています。あとブライダルチェックは病院に言えばやっていただけるのでしょうか。一番大事なところはブライダルチェックをした方がいいかなんですが、結婚する前、婚約をしてればですね、まずブライダルチェックっていうのが受けることができます。ブライダルチェックをまず受けた方がいい理由は、自然妊娠できるかどうかの条件を検査で調べることができます。これは卵管の検査、または排卵してるかどうか。排卵のために、卵胞といって、中から卵子が成長するんですが、成長するためのホルモンが作られているかどうかというのを血液検査でわかります。あと、性感染症ですね。カンジダであったり、または肝炎なんかの血液検査も行うことによって、まず女性側の自然妊娠できる見立てをですね、検査でしてもらうことができる。もちろん同時に男性の精液検査もしていただくことが大事です。これ実は過去やっぱりこの20年この仕事をしてって感じるのが、卵管の検査を一度もしたことなく、ずっと自然妊娠目標であったり人工授精目標で医療行為に取り組んでても、結局1年後2年後3年後もっと言うといろんな鍼灸とか漢方を言ってるにもかかわらず、卵管の検査をアドバイスを受けたことない方って結構いらっしゃいます。病院っていうのは申し出ないとやってくれないってことが多いので、必ずブライダルチェック項目に卵管検査入ってなければこれも申し出て受けてください。ブライダルチェックできる病院はどこですかっていう質問もよくいただきますので、地元名とブライダルチェック産婦人科で検索をすれば出てきます。クリニックによっては3万円から5万円ぐらいの検査で、もちろん保険が使える範囲でできます。正規検査ですと保険証を持っていけば3000円から5000円で基本的な検査は可能です。ですのでまず最短で検査が受けられるといいのと、生理がずっと伸びたっていうのは月経が長いってことだと思います。経血量が多いであったり経血がだらだら続くっていう方、これは夏の疲れ、暑さによって体が乾く、漏れるって行為ね、経血がで、これをとどめることが疲れて、下手になってる。漢方的に言うと火が弱ってる。だからといって補血といって血を補う、もちろん貧血症状があれば血を補うってことも大事ですけれども、とどめるってことを強くすることが大事なので、まあせっかくブライダルチェックを受けた方がいいのかどうかっていうのも不安になっているところなので、今出血がある間に貧血も含めて検査をしてもらうことが大事です。生理が何週間ぐらい続く、1週間以上続くならもう病院を受診して、ブライダルチェックと一緒に検査をしてもらえるといいと思います。理由はブライダルチェックを受けるなら生理中に1回目の受診が理想、そして2回目生理後、月経周期でいうと7、8、9日目に卵管の検査をしてしまう、その2回の検査とその後ですね、3回目検査結果を聞きに行くために卵管検査後の1週間後に受診をすると、排卵のタイミングなんかの指導も同時にやってもらいますので、なので今の出血中に行けるといいかなと思います。